ある村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。強く生きるのです。強く。Thank you.
おい、助けてくれ、早く。誰かいねえのか、頼む。はい、頼むよ、開けてくれ、いるんだろう。誰か、誰か、頼むよ、開けてくれ、開けてくれ。己の身に慈しみを欲するならば、近場の社を詣でるがよい。と鍛錬を積んでおきゃ。お前の相手は俺だ、逃がさん。
っちゃくれねえ。自分で何とかしねえと。
ひとつきにしてやるわ。気を斬新にて満たせば気は共鳴し常世を打ち払わん。Yeah.
義を貫き果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさん。
Thank you.
盗賊どもにどうか天罰を。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえな。と、ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。待ってたぞ。あのフニ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な、呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。
さあどうする。よし、どうせ行くとこないんだろ、来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのはなんかわけが。あ、すまん。ま、いろいろあるわな。俺の集めてる霊石には大きな力があった。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、秀の字。